6年9億で入団したカーター・スチュワートの成績、こちらすでに貼られた成績、ただの節税になっております。日本に来たこと後悔してそう。ソフトバンクっては海外人囲ってるけど成功例なくない？海外でニート生活とかええやん。今さらマイナーでもやれなさそうやし、 SB ってドラ1レベルは失敗しまくるけどこいつはその枠か。こいつ契約切れたらどうするんやろ。あっちの独立リーグでも行くんか。何かメジャーの18歳くらいのを取ったみたいなやつやったっけ。よくマイナーは競争激しいというけど外国人枠4人しかない NPB のが外人からしたらもっと厳しい。2021の吉田破壊した試合、スチュアートがダメダメやったから大関が投げたんよな。ぬるま湯浸かると向上心失うからな。育成選手から嫌われてそう。ソフトバンクって資金力で乱獲してるだけやからサラリーキャップできたら一瞬で弱体化しそう。名前しか知らんからリチャードとの違いがわからん。そもそも外人育てるノウハウなんかどの球団にもないんやから取ったらあかんわ。そんなやつもいたな。次の若い外人取ったしもういらんやろ。普通に考えて外国人枠で出場機会限られるのに日本来る若い外人って頭悪いよな。ご視聴ありがとうございました。